Join me, 48 hours correspondent Aaron Moriarty, on my podcast, My Life of Crime, as I take on true crime investigations like no other. This season, I'm looking into the labyrinth of crime and secrets within families. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Aaron Moriarty wherever you get your podcasts. この時間は飯田和夫のキャッッチアップですさあ今日は少子化についてと、はい、いうことでし、ねあのね、岸田首相が先週、年、まあ、頭の記者会見の中で、ええ、そこであの異次元の少子化対策に挑戦するという、まあ、宣言をしましたね、はいえー、異次元のという枕ことがついた少子化対策、お二人はどんなふうに受け止めましたですか、ね、<laughs> 私は、そんなこと言ってハードルを上げて大丈夫ですかって。<laughs> ちゃんと実は伴うんですかっていう、なんか、これ感じましたけど、そうですよね、異次元っていう表現は、うん、いやもう、マックスなんじゃないかっていうね、うん、金融緩和策でも聞きましたけどね、どねえー、金融緩和策の方は、あまり評価が高くなかったですけどね、今日あの少子化対策、まあ、それもあの中国の少子化対策の話をしたいと思います。はい で実はあの中国政府は毎年この1月の中旬に前の年のまあ主な統計数字を発表するんですよ。はい。でおそらく来週になると思います。ええ。でそこでまあ2022年のまあ中国全体の出生率出生数ですね。うんうん、あの子供の生まれる数が明らかになります。はい。まああのリスナーの皆さんにもぜひこの数字を注目してほしいので今日その話をしようと思いました。はい。はい。ええ、今年2023年中に国別での世界人口の世界一っていうのはこうインドに 抜かそうで、はいね、中国、報じられてましたけれども、えー、中国というと、やっぱりあの人口が増えすぎたときに、一人っ子政策っていうのを転換しましたけれども、はい、やっぱりこれ、出生数低下に歯止めがかからないと聞きますよね。はいあのー、世界人口は、国連によると、昨年11月には80億人を突破しましたよね、この10年間余り、10年、12年間の余りで10億人増えたんですけど、えー 中国の場合は、えー、逆に減っておりまして、昨年7月時点で総人口はおよそ14億2600万人、うんえー、中国の建国以来初めて、えー、前の年に比べて減少になりました、<ー>でその中国の出生数なんですが、一昨年、えー、2021年は、えー、1000飛んで62万人。 この過去最小でした。<ー>で、えー、来週は来週にも多分明らかになるのがこの最新の出生数でして、うん、まあさらに下がるんじゃないかと思ってます。はい、なるほど。うん、で一方で高齢化が進んでまして、えー、65歳以上の人口比率は、まあ、えー、昨年の場合およそ14%。<ー>えー、でその14%なんですが、今から11年後の2034年には21%になる。 まあ、はあ、遠からず超高齢化社会、高齢社会に到達することになりますね。はい。えー、その逆の六十五歳未満。はい。というと、まあ、十五歳から六十四歳まで、はい、あの生産年齢人口とか言いますよね、はいはい。で、この生産年齢人口、昨年中国の場合は九億八千四百万人。はい。まあ、それが二十七年後の二千五十年には。まあ、二億人以上減ると見られてますね。はい。はあ、で、さらに生まれてくる子どもの数も。 比率も減っていくということになると、はい、働き手の実数も比率も減っていくわけですよね、やっぱり、はい、手を打たないといけない、うん、とい、ね、うのはそのとおりです、出生率を高めようと対策を打ってますね、うん、でよく知られている、先ほど出ました一人っ子政策、はい、これ、過去40年間も続いたんですが、うんえー、2016年に、えー、一組の夫婦に2人目の子供を作ってもいいよということに転換しました。はい、でさらに2021年に年は3人目の出産も 解禁となりましたで今はまあ言葉でいうと3人,子3人っ子政策なわけですね、はい、だけどまあ4人以上の子供を設けるまあ夫婦ってそう多くありませんので、うそういう意味でいうと、三次制限をまあ事実上まあ撤,回撤回したと思います、なるほどそれでもまあなかなか効果が上がらない、少子化の傾向は変わらないということですね。そんな中でいう 日本の岸田総理が言った異次元の少子化対策っていうところの中国版みたいなものもあるんですかね。はい、あの具体的にはですね、例えば三歳以下のまあ乳児幼児にかかる養育費を まあ個人所得税の控除にもしました。えー、また多くの省ではあの自治体地方自治体では、えー、出産出産休暇の日数を増やしたり、まあ育児休暇を新たに導入したとしております。<ー>でも個別のまあ企業もですね人材確保の意味合いからもまあいろいろな独自の支援策を打ち出していますね。はい。まあでも中国では日本以上に教育費。 養育費かかるって聞きますよね中国の人々が子供を産まない最大の理由、やっぱり子育てに負担がかかりすぎるという面もあります。<ー>まあ激しい受験戦争を勝ち抜くためにまあ習い事、まあ、塾、まあ、過酷な受験戦争が保護者にも大きな負担になっています。 でまたあの、いわゆる塾代だけじゃなくて、いわゆる評価の高い学校の周りでは、ええ、まあ住宅の購入価格が上がってきて、手が出ないということもありますね。<ー>でこれもまたあの日本ではありえない措置なんですが、学習塾について、中国政府はまあ家庭の負担を重くしているとして規制しています、<う>つまり有料の、えー、学習塾、も認めていません。そうなんですよ。 ですからあの日本のように、何々塾とか、はい、何々ゼミナールとか、そういうのっても、ないんですね、はい、まあ、そんなふうにして、<ー>少子化をなんとかしたいっていことをやってますね、はい、あでもこれ、<ー>日本じゃ考えられない措置ですよね、これね。でも、結婚しても子供を作るっていう前に、はい、経済的な理由で結婚しないとか、結婚できないっていう若者も増えてるって聞きますけどね。はい え2021年、おととしの場合はまあ前年に比べて6%婚姻数が減ってますえ、まあ、減少は8年連続、あのー、数年前からあの寝そべり族寝そべるって聞いたことありますよね、ね水木さん寝そべる、まあ、マイペース、うん、えー過度な努力をしないという意味だと思うんですけど。えー まあ、若い人たちが成功を追い求めない、えーまあ、自分の稼,ぎ範囲で稼げる範囲で、うんまあ、自分一人の人生を楽しもう、まあ、子供を作っても意味ないねって考えるような人が増えてることもありますちょっと無気力というかね、はい、どうせっていうような考え方もあった、ね、ん,ん,んでしょうか。 ゼロコロナ政策今は終了しましたけど、はい、そのゼロコロナ政策で中国経済の失速っていうのもね指摘されてますよね。これは大きな要因です。<ー>えー、人と物の移動に移動が制限されることによって、まあ景気の低迷が続いてますよね。<ー>まあ所得が伸びないから雇用不,か不安が高まる。うん、まあそんな状況の中でまあ結婚をためらう若者も増えてます。うん、まあ年封鎖もあって婚姻届の提出やまあ挙式をまあ延期した人も多い。まあ将来への不安が募っていると思うんです。 でもこうやって経済が冷え込むと、少子化もまたどんどん進んでいってっていう、で急速な少子化も経済の活力を削いでいくことになるんじゃないですか、ねはい、ですから、ちょっとうがってみると、今回の,あのゼロコロナのまあ方向転換、これもあるんじゃないかと思っちゃうんですよね。 なるほど、はい、少子化対策として、はいまあ、鍵を握るのは、やっぱり中間層、つまりあの中間所得層を増やすことだと思います、<ー>まあ、昨年秋の共産党大会では、まああ、共に豊かになろうよっていうようなことが習近平さん、えー、提唱してましたよね。はい まあ格差の縮小、まあまあ、格差といえばまあ所得格差やまあ地域格差があるんですけど、うん、それとまた分配ですよね、税や社会保障を通じた分配をどうやって強化していくか、うん、まあ所得の低い人たちの収入をどうやって上げていくか、うん、ですからやっぱり中間層を増やさないといけないんですけど地域格差一つ取っても、まあ、今はもう地,地方とまあ都市部のです、ね、格差が大きいので難しい問題がありますね。うんうん であのもう一つ言うと、少子化が進むと、まあ、貯蓄率が下がります、これは日本も一緒だと思うんですけど、うん、まあ財政赤字も確実に増えます、えーまあ、年齢の高い世代が増えると、年金や社会保障保険のまあ支払いも増えるので、うん、まあこれ、全く日本と同じなんですけど、まあ、一方で負担する現役の世代が減っていくっていう、まあ、そういう負の循環が広がっていくと思います。はい 異次元の少子化対策を進めるっていう日本ですけれども中国の少子化の心配をする余裕もないと思いますけれども、中国の少子化のマイナス面というのは、まずやっぱり中国経済の冷え込みは、当然、日本の経済、まあ、世界経済に打撃を与えますよね、まあ、それ以外にも、まあ、あの日本政府は今、一生懸命あのイノベーションを発展させようって言ってますよねで、そのためにやっぱ外国人労働者って、まあ、どうしても必要だと思うんですよ。はい だけど今のままだ今の日本の制度のままだったの中国や東南アジアの方々も入ってこれないです、なかなかですね、えー、ですからしかもそ,のそういう国々では少子化が進んでてその国の中でも労働者のまあ獲得競争が激しくなっています、ですからそういう意味ではやっぱ日本にも僕私影響はあると思いますね、はい、日本の少子化対策として人の開国っというのも必要だと思うんですけども、はい、送り出す方も少子化で人材を出せないというような構図に世界中になっているわけですね。 で私が最も懸念するのは、まあ、少子化、まあ、高齢化が進むと、まあ、社会のマイナス循環がさらにスピードアップしちゃいますよね、そうなるとまあ社会の不安が広がる、で例えばあの年金がきちんともらえるのかとか、まあ、格差は減るどころか逆に広がっていくんじゃないかって不安ですよね。じゃそういうい国国内のの危機にに直面した時に、まあ、国家の指導者って どののよううにまあキューバをしのごうかって、まあ、そういう,ふうに考えますよね、うんはい、そうするとよくありがちなのがやっぱ国の外に国外に適応し立てて、うん、国民の不安を、まあ、不,安不安や不満をうちから外に育つってことですよ、うん、まあ実は中国ではまあそういう光景、うん、我々も何度も見てきました、うん、ですから、あのー、隣のに住む隣人である我々日本に住む者も、うん、この中国の少子化って無関係じゃないと思うんですよね。うん、ですから、あのー おそらく来週発表されるこの出生数の数というこの意味合い、僕たちも考えていきたいと思いますね。はいええ、うんどういう数字が出てくるのか、我々も注目したいと思います。はい、この時間は飯田和夫のキャッチアップをお送りしました。 RKB アナウンサーの田畑龍介です橋本由紀ですす橋本 RKB ラジオ田畑龍介グローアップでは気鋭のコメンテーター陣が日々のニュースを分かりやすく解説しているコーナーをポッドキャストで配信中ですジャーナリスト鈴木哲夫さんによる政治明治大学教授飯田康之さんは経済長崎県立大学教授鳥丸聡さんは九州経済毎日新聞論説委員本村由紀子さんは科学この他にも音楽プロデューサー松尾清さん RKB 報道局の神戸金文解説委員長日経 エネネルギーネクスト編集長山根紗友さんスポーツ文化評論家玉木正之さん元 RKB 解説委員長飯田和夫さんクリエイティブプロデューサー三好洸平さんが毎週さまざまなテーマで今ホットな話題を提供していますアップルスポティファイアマゾングーグルの各ポッドキャストで RKB ラジオで検索してフォローをお願いしますまたリアルタイムで番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ田畑龍介グローアップを聞いてください毎週月曜から木曜朝6時半から9時まで放送中です